今月8日に軽井沢町付近で北陸新幹線と熊が衝突した事故。熊が線路脇の木を登り、フェンスを越えて線路内に侵入した可能性が高いことが分かりました。 JR 東日本が昨日の会見で明らかにしました。木を伐採するなどの対策を取るということです。当時最大30分の遅れが出て、乗客およそ350人に影響が出ました。